僕は九州は熊本生まれのグーミー39歳。今は藤井組のメンバーとして面白番組とか作っとるです。この物語は僕が30歳の時、突然仕事を辞めて娘の世話ばするハウスハズバンドになった時のことです。第9話、節約マンになるです。ハウスハズバンドの間は嫁の収入で生活しとるみ、絶対に無駄遣いはせんと決めて節約マンになりました。例えば真夏のお昼寝タイム、家の中はサウナ状態、そんな時もクーラーはつけずにタオルを濡らして娘の体を拭いてやることにしたです。これは効果があって娘も寝ぼけながら手や足を差し出すほどでした。これをふきふきと名付けてよくやってました。おむつ替えの必需品ウェットティッシュは買うと高いのでティッシュと霧吹きで手作りしてました。それからうちの近所のレンタルビデオ店は1のつく日にビデオを1本だけ1円で借りられたです。といっても普通の大人は必ず何本かまとめて借りてましたが、僕は本当に1本だけを1円ぽっきりで借りてました。最初は店員の冷たい目線が答えましたが、すぐ慣れました。それからスーパーなんかに行くと必ずあるのがお金を入れて乗る乗り物。子供はやりたがるです。そげん時はほらこっちの方が面白かよと普通のショッピングカートを乗せたです。そしてギュイーンとか交換音は自前で自力のアトラクションを盛り上げてました。まずかことですが、お金を浮かせた分は体力で払うのが世の中です。少しずつですが主婦のたくましさがついてきた僕でした。